ファンキュルタガタメプレゼンツ前住 P のゼッツつながるラジオ、世の中のソーシャルディスタンスを埋める3分間。本日のゲストはしんがり西島です。よろしくお願いしますまだ調子が戻ってないですね。いや今日はね、だから、はい、西島さんの調子を取り戻すためにね、はい、西島さんの推しキャラをプレゼンしてくれると。いいですか、お時間いただいちゃって、はい、ということで僕がしっかりプレゼンさせていただきたいキャラはこちらです。フィーア、絶対に滑らないプレゼンもう言ったんですもん言ったんで、はい、フィーアをプレゼンさせていただきたいと思います、はい、推しポイント3つほど用意しました。まず1つ目はこちらです。10回収のセクシー担当ということで、10回収のメンバーですね、結構少女っぽいメンバーが多いんですが、唯一ボンキュッポンのセクシーでございます、ね、うん、結構ファンアートとかコメントでもセクシーというものがね集まったりするんですが、特にセリフがセクシーだなと思いまして、いきますよ。さあいらっしゃい坊やたち、お姉さんが遊んであげるわ。これ調子が出ててもダメですもんなんていうんですかね、はい、気持ちが入ってないし、気持ちがね、気持ちが悪いよね気持ちが入ってないのに気持ちが悪い、うん、じゃあちょっともっと押したいとこあるんで、はい、2個目いっていいですか。2個目いきましょう。押しポイントその2、雷属性の魔法職として活躍ということで、言ってることが普通だもんねこっちの方が得意なんですね結構キャラとしては古いんですが今でも現役という ね一軍で使ってる方多いと思います。いいゲームだ、高田目は古いあれでも強くなるなんて、ね、すごいですね、うん、そして押しポイント3つ目、仲間には優しい。アハトやフィューリーのことを可愛がる一面が見られるものがあるということ で、ね、シーリネーソ空腹アンサンブルね、これね、パンをね2人に届けるというこの表情もね、セクシーさもちょっとない感じのにこやかなね、食べるみたいな感じで優しい感じがします。先生だからね、フィリンドは。ん、何その、聞き慣れない、現時点では聞き慣れない名前なんですけど、5月15日現在ですから、はい、これもう皆さんね、今日6月8日ぐらい、はい、10日ぐらいもう皆さんは見てると思う、もう先生だから、はい、もうちょっと待ってよつまりフィーアは何なんですか。フィーアはもうまだまだ現役で活躍する、まあ、ナンバーワンセクシーお姉さんですね。結構未だにエフィリンドは違うんですよまだ現時点僕がついていけない話やめてください15日現在知らない話なんでということで強化されるってことですね。されてますね、もうね、放送の時はおそらく。すげえ楽しみだ。めちゃくちゃ多分強くなってる、はい、またね、いい涙 なしでは語れないストーリーになってますね、はい、ということで僕のフィーアどうですか、このプレゼンは。あ、つながったということで、まあ、楽しみにします、はい、6月10日はところてんの日ということでしたあ、そんな情報も入るラジオなんですね。そうなんですよ。あと伊藤麻子さんと松たか子さんの誕生日でしたまた明日